今回訪れたのは川崎市にある川崎新田ボクシングジム。2003年に開設し、これまで東洋太平洋チャンピオンを男女1人ずつ、日本チャンピオンを男子3人、女子1人輩出してきた川崎を代表するジムの一つです。ちょっと待ってください。奥に何かいるんですけど。何ですかこの。可愛らしいキャラクターが。なんとこのジムにはマスコットキャラクターがいるんです。彼の名はショープくん。戦ったりもするんですか？川崎フロンターレのフロンタくんと。試合を一応望んだんですけども、実力が足りなくて試合はやってないんですけど、あ、そうなんですね、はい、練習生のみで、そうなんです、ね、はい、子供たちにも大人気なんじゃないですか？そうですね、よくお祭りとか参加させてもらうんですけども、群がってますね、子供、少しでもボクシングのイメージが良くなるようにということで、あの、活躍してくれてます。はい、ショープ君の活動をはじめ地域貢献に力を入れている川崎新田ジム。ロードワークの際には防犯を促すビブスを着て地域に注意を呼びかける防犯ロードワークの活動を行っています。選手は別にこう、なんですかね、改めて時間を作って何か新しいことをするわけじゃなくて、自分のこうトレーニングがそのまんま地域貢献というか犯罪の抑止力にもなると思いますので、まあ、そういった意味では防犯ロードワークは非常に効果的な、あの、活動の一つかなと思うんですけども、なんか防犯パトロールだってとかね、あの、ボクシングだってとかっていうことで安心安全のこう気持ちにはなってくれてるのかなと思いますね。はい、防犯ロードワークの活動は川崎新田ジムをきっかけに全国へ広がっていきました。本分はやっぱり選手育成だと思うので、人間の育成というかっていうところは外せないところかなと思ってて、地域活動、地域貢献も、まあ、土台として含まれていくのかなっていう、そういうイメージですかね。そんな川崎新田ジムで今注目の選手が西岡怜央選手。小学3年生から川崎新田ジムに通い続け、去年プロデビューした生え抜きです。キックボクシングをやってて、でキックボクシングを強くなるためにボクシングを始めて、ボクシングの方が楽しくなって、中学1年生の時にボクシング1本に絞って、そこからずっと川崎新田ジムで教わってます。小さい頃から明るいキャラと、あと、まあ、精神が結構タフなんでしょうね、きっとね。だから、まあ、もう怒られても全然めげずに、はい、ずっと、自分のやるべきことを続けていくというか貫くというか、はい、そういう性質、性格はちょっと変わらないんじゃないかなと思います。もう子供の時からずっとお世話になってて、まあ、今も子供ですけど、ほぼでも本当に、あの、親ぐらい成長を見てると思うんで、この川崎新田ジムが僕のこと、はい、確かに。プロデビュー戦は後楽園ホールのメインイベントとして開催されました。ジムが西岡選手に寄せる期待が伝わってきます。そして新田会長には選手にいつもかけている言葉があるそうです。負けに負けるがですね、はい、負けても、まあ、その負けたことに負けないっていうことがやっぱり一番大事だなと思っていて、選手たちには一生懸命伝えているところです。やっぱり好きだけじゃできないスポーツっていうのもあると思うので、選手自身がボクシングを好きっていうのと、応援してくれてる人たちがいるっていうのを考えると、負けに負けるだっていう言葉はすごいいい言葉だなと思いました。はい、負けに負けないボクシングを武器に目指す目標は、春には、川崎新田ジム第1号の世界チャンピオンになってもらいたいと思います。やっぱ川崎から世界へを会長はずっと掲げているので、川崎新田ジムで世界チャンピオンを取らないと意味ないなと思って、ここでお世話になろうと思って、はい、それ強い思いですね。そうですね、はい、それぞれが、自分の目標とか目的とかが叶えられるように、まあ、そういう場を作るのが一番の仕事だと思っていたんですけども、まあ、であれば余計に、やっぱりチャンピオンがいるジムの方が、ね、みんなも、頑張ろうと思うし、そういうふうな思いが強くなりました。はい、今今年4になったので、26歳までには日本チャンピオンになっていたいですね。その先、最終的にはどうでしょう？もちろん川崎から世界なので、必ず世界チャンピオンになります。はい、そのためにここからプロデビューしたので。